エスブルの原子炉構造後継財政、単純化沸騰水型原子炉は、受動的安全システムを備えた第三世代、原子炉である。沸騰水型原子炉の位置形式であり、改良型沸騰水型軽水炉や、単純化沸騰水型軽水炉の改良型である。設計は、GE 日立ニュークリアエナジーによって行われた。エスブルの受動的安全システムは、 従来型の沸騰水型炉で使われているポンプのうちのいくつかを不要とすることで、設計のレベルで安全性、保全性、信頼性を向上させ、同時に原子炉コストの削減を図っている。原子炉圧力容器の冷却剤であるケースを自然対流を利用して再循環させることで循環維持のために必要なシステムを現じている。原子炉再循環系統が不要となるため、 冷却剤再循環ポンプや、それに連なる配管、電源供給や、熱交換器などの放棄、軽装設備や制御装置もなくなり、システム全体として単純化される。エスブルの受動安全システムには非常用複水器系、重力駆動冷却系、静的格納容器冷却系の3方式のシステムが組み合わせられており、これによって、原子炉からの熱を圧力容器外部のプールの水に、 効率的に逃がすことができる。これらのシステムは、ポンプ等の機械を用いた強制循環に代わって、単純な物理法則に基づいた自然循環を利用しており、外部からの電力供給が立たれた状態でも、原子炉内部の水量を維持して、十分な冷却を継続できるようになっている。原子炉冷却剤圧力協会が無傷の場合、原子炉内から、 格納容器外への熱輸送には非常用、複水器系が利用される。X はヘーループ系であり、圧力容器と原子炉縦や上部に位置する熱交換器をつないでいる。原子炉から出た蒸気は配管を通ってプールの水に浸された X 熱交換器へ向かう。蒸気は熱交換器で凝縮され、密度が大きくなって重くなった凝縮物、つまり 水滴が干壁を滴り落ちて原子炉に流れ戻ることで冷却管が構成される。原子炉冷却剤は継続的な冷却を提供し炉心に水を保つためにこの流路を通して再利用される。原子炉冷却剤圧力境界が完全に維持できず原子炉内に溜められた水が失われた時、静的格納容器冷却系と重力駆動冷却系が一斉に働くことで 原子炉内の水量を維持し、崩壊熱を原子炉内部から格納容器外部に放出する。原子炉内の冷却水を喪失して、圧力容器内部の水位が規定位置よりも低くなると、原子炉は減圧され、重力駆動冷却系が働き始める。これは、格納容器内部の炉心より、高所に設けられた巨大なプールであり、圧力容器につながっている。 GDCS が動き始めると重力によって水が原子炉の中に流れ込む。プールは核燃料を完全に水没させるのに十分な量の水が供給できるように作られている。崩壊熱で沸騰した原子炉内部の水は蒸気となって圧力容器内部から格納容器に移動する。静的格納容器冷却系は原子炉建屋上部に設けられた。 熱交換器からなり、原子炉から格納容器を通った蒸気は PCCS 熱交換器に送り込まれて凝縮し、水に戻る。PCCS 熱交換器から出た凝集水は重力駆動冷却系のプールに流れ込むようになっており、ここから再び圧力容器に注水される。このようにして冷却管が構成され、冷却が維持される。 非常用複水器系と静的格納容器、冷却系の熱交換器は72時間にわたって崩壊熱を除去し続けるのに十分な水量を持つプールの水に浸されている。このプールは格納容器の外にあり、さらに大気との通気もされている。このため低圧水源から仮パイプを接続するだけでプールに簡単に水を補充することができる。燃料棒の長さは 従来の BWR プラントに比べ短くなっている。これはエスブルが冷却剤の循環に自然対流を利用しており、再循環ポンプのような流体を加圧して強制的に循環させる仕組みを持たないためである。圧力容器内の水は運転中には沸騰して蒸気砲と熱水の二小流になりながら燃料棒の間を流れる。この際燃料棒が 水流の妨げとなり圧力損失をもたらすが燃料棒を短くすれば損失を低減し効率よく冷却することができる。これは冷却を自然循環に頼る S ブルでは重要である。炉心には1132本の燃料集合体があり、その熱出力は標準的な SBWR で4 5 0 0ットである。発電端出力及び 送電端出力は低格値でそれぞれ1594ムー及び1535ムーであり、プラント全体のカルノー効率は最大で35%である。エスブルは事故の際に運転員の操作や外部電源がなくても72時間にわたって冷温停止を維持できる。さらに格納容器の下には過酷事故においても 炉心冷却するための配管構造が設けられており、溶融炉心を上下から水で冷却できるように作られている。NRC の最終安全評価で承認されたゲイの確率論的リスク解析では、炉心損傷事故は5900万年に一度の頻度以上には起こらないとしている。エスブルは前向きな安全評価報告を受け、最終設計認可は2011年3月9日に、 行われ、2011年6月7日までに NRC のパブリックコメント受付が行われた。最終設計証明は2012年の5月に予定されていたが、蒸気乾燥機の付加モデルに問題が指摘され、その解決に時間を要したため、実際に発行されたのは2014年7月31日であった。現在、ゲイはフィンランドのテオリスーデンボイマ社にこの形式の原子炉。 提案している。このほか2017年5月31日には、ノースアンナ原子力発電所3号機の建設、運転一括許可が承認された。ありがとうございます。